さあ、始まりました。安田記念予想特番でございます。えー、今回はですね、春のマイル王者決定戦、安田記念をですね、うまい馬券で活躍中のよそか太郎さんと一緒にですね、私、デンジェラス、安田が予想していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあの、天皇賞春以来ということでます。そうですよね。けれども。はい。えなんかあの、僕もね、春以来来たんですけれども、はい。えー、スタッフの方に久々にお会いしまして、 え、第一声で、え、前回のこの絡みがですね、え、まあまあ良かった。あ、そうですね。いや、こどう、どうけや、すごくいい意見だと思いますね。あの、とっても良かったっていうと、嘘くさかったりするじゃないですか。あリアルな感じ。リアルな感じは、この、まあまあ良かったっていうのをいただきましたんで、はい。で、また再びこうやってやってるわけですそうですよはい。この継続は力なりということで、またやっていきたいと思います。そういうことですね。安田さんで安田記念っていう、そういう話だったのかと思さすがにその愛はないでしょう。そうですね。 じゃあもう嬉しいです。多分ないことを祈りたいと思いますけれども。そうですよね。はいえ。ちなみにだって私、安田家ではほとんど当たったことないですから。い <laughs> ここで。はい。いや、でももう最近は大丈夫なんですよ。あ最近は大丈夫になりましたので。まあ前回もね。うん、そうですよ、天皇賞春もですね、はい、私とえ太郎さん、お互いに、えー、とですねう、共通の推奨馬でありました、ね、ワールドプレミアが3番人気で1着と。はい。 いうことでございましたのでね、これなかなかいいんじゃないかなと。そうですね。まあ僕はちょっと馬券を外れちゃったんですけど、安田さんは当てられてましたね。そうですね。馬券も,馬券もはい当たっておりましたね。はい、そして、えー、今、あのー、その天皇賞春ではちょっと、あんまり信用できないんじゃないかって言ってたアリストテレスが、はい、見事四4着ということで。素晴らしい。そ,そこもね、なんか意見合ってましたので、えー、今回もですね、ぜひ。 ちょっとよろしくお願い,いたします。そす、ね、はい。よろしくお願いします。はい,い、えー。それではですね、本題に入っていきたいと思うんですけれども、はい、えー、まず安田記念の傾向につきまして、えー、太郎さんにちょっとお聞きしていきたいと思うんですけれども、うん、安田記念の傾向、それから、えー、今年のポイントについてですね、なんか、例年の傾向と違いがあったりとか。そうですね。あまあ、じゃあ、今年の、はい。まあ、固有のというか、今年特に気にしたいポイントというのは、うん、はい。 こちらですね、うんえー。サシが届く東京の芝とこれ、まあ、ダービーの週末を、まあ、振り返ればもう一個前オークスもそうなんですけど、はいえー、オークスが、まあ、サシの決着になったユーバーレーベンからですね、はいはい、でその後 C コースに変わって、うんまあ、僕もそうなんですけど、まあはい、ダービー州は割とうちが有利になるじゃないですか1内枠一番が走るダービーと。 C コースに変わって、そうなると思いきや、うん、ダービー州、芝、ダービーももちろんなんですけど、うん、それ以外のレースも本当差しがよく届いてたんですよ。はい、そして外枠がよく来ていた。これはまあデータを見ていただければわかります、うんで。穴馬で来てるのもほとんど差し馬か外枠の馬なんですよ。それだけ今の東京の芝っていうのは、 なんでしょうね。よくこう、立ち回りが最近は生きるって言われる中で、はい、昔の東京芝みたいな感じ。まあ、外からの伸びが届くという感じなので、うん、まあ、そこはポイントになるかなと思いますね。うん、例年以上に末足が生きるという点ですね。トラックバイアスみたいなのは、じゃあそんなにあまり気にしなくていいんですかねあの、そうですね。逆に言えばだから、逃げ先行馬よりは、うん、むしろ最後の足がちゃんとしてる馬の方が、 いいいと思いますね今は昔ねこのレースも例えばロゴタイプがモーリスをこう、はい、破って、はいうね、ジャイアントキリングみたいなことがあ,あ,あったと思うんですけど、はい、今年はむしろなんかこう後ろから来る馬の方が僕は伏兵としては怖いかなっていう気はちょっとしてますね。はい、であと、ね、もう一点あのビクトリアマイル組がちょっっと不審傾向ていう話はちょっとあるんですけど、うん、その点についてはどうですかね これがね、アーモンドアイですら、うん、去年ね、うん、そこにこう当てはまって、うんか、最近ね、10年ぐらいはあんまり勝った馬もいないんですよね。うん、うん、やっぱこの中2周ですかね、2周、はい、になるんですかね。ここはポイントですよね。うん、今って間隔を、馬はまあ、開けた方がいいっていうケースが多いじゃないですか、うん。昔なんかね、あの、やっぱりローテーションで前哨戦があって、うん、そ,うそうです、ルうで捉えると本番がね。 はああったけどもううんまりり関係なくなくそね最近はもう最初から割とね、はい、走るっていう逆に詰めると微妙だったりっていうケースがあるんで、うんうん、まあね去年は問題があれだけ圧勝してねもうここも当然って思って1.3倍になったら負けてしまったというのもあるので、まあ、今年はそこら辺確かにポイントですよねビクトリア・マイル組まあ言ったらグランアレグリアどう扱うかという。はい わかりました。じゃあゃもう、このままね、16の診断に参りたいと思いますけれども、はいはい、えー、まあ、そのね、今名前出ました、グランアレグリア、えー、もうコバンマイル G は完全制覇しております。えー、安田記念、昨年の安田記念、マイルチャンピオンシップ、そして、えー、ビクトリアマイルと、はいえー、全部勝ったということでございますけれども、うん、このグランアレグリアの、まあ、んですかね、資格みたいなこととなると、はい、やっぱりじゃあそのローテーションということになるんですかね。 まあそこら辺に資格を見出したいですよね。なんか、まあそりゃ強いじゃないですか。はい。まあわかりますよ。強いの。なんか誰が見ても。はい。まあでもここで強いって面白くないじゃないですか。二人でコメント叩いても。まあそうそうそう。だからまあ資格をやっぱ探したいので、その中でやっぱりこの中西っていうのは。しかもね、大阪杯からビクトリア前でも割と感覚を。まあ、この馬としては詰めてきて。そうそうそう。さらに、 今回まあ引き続き独占なので、うんうん、そこはちょっと、ねど,うん、どうですか、ね、いやだから僕もらこねもう出しちゃいますけど、はい、結局だから安田記念の傾向ってこうなってるわけですよね決闘の傾向ね、はいはい、お父さんと、うん、お母さん,お母さんで配合でまあこれ、あのー、赤色になってるのはもうミスプロトサンデーの配合なんですが、はい、まあ去年一着なのがまあこれですねやっぱグランレグリアなんですけども。 あの、これ以外のリピーターっていうのがもう必ずね。ここリピーター。ああで、えー、ここもリピーター。はい、リピーターがめちゃめちゃ多いじゃないですか。そうですよね。あの、ロゴタイプみたいに穴でね、リピートしたりでありそうですね。穴でリピートしたりもありますし、うん、こう、あの、今年も出走します、インディーチャンプもリピーター。となると、初のリピーターはもう、メンバー的に言ったら、えー、グランアレグリアしかいないので、はい。 なんですけど、グランレグリア自体が、ちょっと、もともと、ね、能力は高いけど、希少なんで、はい、NHK マイルカップこけたりとか、なって、はい、でも、差し馬に転化して、強くなったけれども、うん、やっぱり間隔を空けているのが比較的多かったのはい、ここに来てぐんぐんぐんと詰め始めたっていうローテーション。だから、もともと安田記念に出る気があったのかどうかとか、はい、そういうのがどうだったのかな、うん、まあね、なんか、うん、 陣営もねやっぱこのまま今すごく気象も成長して、はい、丈夫になって、はい、だから使えるようになった自信もあるんでしょうねおそらく実際やっぱり前回もね僕はちょっとそこら辺の懸念をしてはいたんですけど、はい、知ってみたらね強かったか、ね、まあそうですね <laughs> そうまあだからそこら辺はもしかしたらもう払拭されてるのかなって。 可能性もやっぱありますよね。あ、そうですか。急にあ裏切っちゃったんですけども。まあ,あ、どっちの方向なのかかな <laughs> い。一応、ね、グランレグリア側の話も一応。うん、まあ、そうですよだからその、なんですかね、大阪杯、ビクトリアマイル、安田記念っていうのが今年の上半期の最初からのローテーションなのか、うん、大阪杯に負けてしまったから、 じゃあ、ビクトリア・マイルとか、もうマイルロッセにやっぱ戻したのかっていうのが、僕はまあ、まあ、外部の人間だから、わからないので、その辺どうなのかなと。ですよね。まあ、僕も外部の人間。そうなんですよね。あですけど。でも、いろんまあ、その分、あらゆるものを僕がチェックしてるので、はい。それを見ている限りは、やっぱ陣営はそこら辺を払拭できたと思っている。もう小馬になってやはり成長したと思っているからこそ、こういうローテを踏んできたっていうのは あると思うんですけども、<う>まあでもやっぱりそれは気になりますね。すね大阪杯組で言うと、コントレイルが。やっぱその後ね、ちょっとあんまりこう疲れがね、<う>抜け切ってないみたいな話で、宝塚を回避するっていう行動が出てましたからね。ねやっぱり、まあ。 しかもですよ、1倍台、うん、下手したら前半じゃないですか。だと思います。やっぱ、こういうのは、まあ、ちょっとね、多少10倍この隅をつついてでも、うん、こう危険な部分を探すっていうのは大事ですよね。うん。なので、それは懸念材料としてあると思いますよ。な,なるほど。はい、まあ、これは僕も割と意見は大やっぱり気になるのは本当、ローテーションだけなよ、うん、そうですね。そうですね。まあ、能力は普通に、ねはい。能力はもう高いのはもう、皆さんね、そっちの上だと思います。はい、さあ、続いてですね、ええー、まあ、これまだ、うん、 現状、月曜日の段階なので、はいえー、ネット競馬の方の予想ですと、2番人気がインディーチャンプになってる。ります、はいえー。2019年のカチウマでございますね。うん、で、昨年は3着ということでございますけれども、はい、これインディーチャンプの方はいかがでしょうかねそうですね。当然能力高いのは間違いないんですけども、はいうん、冒頭でお伝えしたあの、差しが届く東京芝ですかね。はいはいはい、はい、これ、一見この馬にとっていいようには思えるかもしれないんですけど、うんうん、差し馬だから。うん 差しが届くってまあ言い方変えればスタミナをちょっと問われる馬場なのではい、はい、そこは少し僕はむしろ心配ですかねああ今年の馬場だと。今年の馬場だと。そうですね、はい、まあしかも最近戦2路線をちょっとね戦、うん、4から戦2を使ってきてここに戻ってくるっていうローテーションもまあいいとは言い難いので、うんうん、うーん。 そうですね。その逆転候補を探すってなった時に、インディチャンピオンよりは別の馬かなって気がしてますけど、どですかね。まあまあ、その、まあ言ったらね、あの、4歳児に勝って、5歳児に3着ですから、普通に考えたら、まあ6歳になったら、そのままか、もうちょっと着順が下がる可能性は、普通考えたらね、あるっちゃありますよね。確かにそうですね。決闘的にだからなんですよね。僕もそうなんですね。 一応最近は金亀系とサンデー系の配合が、まあ、だから、2019年と2020年が、同じ馬なんですけども、アーモンダイと、えっ、ー、と、この、えー、えぇ、ー、<laughs> インディチャンプあはい。が、まあ、二三着内に、あ1、二一3着内に入っているので、結果、うん、的にはま、いいとは思うんですけども、私もね、そこまで、うん、でもなーって感じなんですけどね。 そ他にじゃあ、どれなんだっていう。ああ、そうありつつのね。もっとは、まあ、力はあるままです、うん、力はあるままなんですけどね。はい。という感じなんですけども。さあ、続いてが、三、えーはい、番人気がサリオス。サリオス。こちらが昨年のですね、はい、まあ、あの、サツ賞ダービー二着で。はい、えー、じゃあ、マイル路線に戻る。こちら、どう見てますサリオス。サリオスは僕は、まあ、今回は面白い存在じゃないかなと思っああ、そうですか。 まあこうねもともとコントレイルのライバルでしたよね。うんうん、でそこからまあ距離をちょっと縮めて、うん、マイル路線に来てマイルチャンピオンシップの時は、はい、まあ大外枠、うん、でねこう流れに乗れずに、まあ、最後伸びてきたんですけど。 終わってしまったかなというレースで逆に前回の大阪杯は雨が降ってまあ外が伸びるモズベッドが届くようなババ状態だったのでこの馬はずっと打ち回ってたのでやっぱりいずれも枠順に恵まれなかった部分はあるかなと思うんですねまあその2戦を除けばもうほぼ完全無欠のコントレール以外には負けていない戦績なのでまあ今回割とさっきねスタミナをちょっと問われるババでもあるということを含めて いいかな。少し長めの距離を使ってきたから、ね、ということです、はい、僕もですね、だサリオスは一応ここですね、はい、2018年の3着馬が、ハーツクライさん、ースワブリチャードで3着に入ってますので、はいうん、まあいいんですけど、なんかやっぱハーツクライと言いますと、ちょっと、 もっと長い距離。G1、はいはいはい、で活躍するとなると長い距離っていう。そうですね。中距離ぐらいのい、ね、イメージがあるので、はい、ここマイルで、マイルで負けましたし、うん、そこ人気でしょうしね。まあそうですね。あ<ー>はい